ビルヘルム・エルンスト・フォン・ザクセン・バイマル・アイゼナハは、ドイツのザクセン・バイマル・アイゼナハ大公。1903年からは、君主号を、ザクセン大公と改称した。全名は、ビルヘルム・エルンスト・カール・アレクサンダー・フリード・リヒ、ハインリヒ・ベルンハルト・アルベルト・ゲオルク・ヘルマン。ビルヘルム・エルンスト・ザクセン・バイマル・アイゼナハ大公を制し、カール・アウグストと、その妻で同族のヘルマン大公子の娘である、 パウリーネの間の長男として生まれた。父は1894年に祖父の太公カール・アレクサンダーに先立って亡くなったため、1901年に祖父が死んだ時、太公位を継承したのはビルヘルム・ウェルンストであった。彼はオランダ王家出身の父方の祖母、ソフィーの財産をも引き継いだため、当時のドイツの小王公の中では非常に裕福だった。ビルヘルム・ウェルンストは 軍隊教育を終えると、ドイツ帝国軍の不評連隊の司令官に任命された。1898年、彼は、ボロシア・ボン・ユーアイ会に入会している。ドイツ皇帝ビルヘルム・ニセギの妹でまた、10枚のマルガレーテとの縁談があったが、実現しなかった。1903年4月30日に、ビュッケブルクにおいて、ロイス・グライツ公。 ハインリヒ22世紀の娘カロリーネと最初の結婚をしたが、カロリーネは子供を設けないまま1905年に他界した。1910年1月4日に、マイ人間において、ザクセンイコールマイ人間講師、フリードリヒの娘フェオドラと再婚し、4人の子供を設けた。大公はその豊かな財産を文化の領域に費やした。大公には、 芸術的センスが全くなく、ふんぞり返ったプロイセン将校の一人だとみなされて、いたにもかかわらず、彼の知性には、新しいバイマルという文化状況が生み出された。ハンスオルデ、ハリー・ケスラー・ハクシャク、アンリバンド、ベルド、アドルフ・ブリュットがバイマルへ招聘された。大公は、ミュンヘンから呼び寄せた、建築家、テオドール・フィッシャーに、イエーナ大学を改築させ、 また同じくミューンヘンから呼び寄せたマックス・リットマンにバイマル宮廷劇場を改築させた。出版人のオーゲン・ディートリクスがイエーナに文学者のヨハンネス・シュラフがバイマルにそれぞれ招かれた。後になると、ビルヘルム・エルンツとは保守派プロイセン人を熱心に援助するようになり、バイマルは民族主義的、国家主義的な芸術運動の中心になっていった。 ゲアハルト・ハウプトマンとヨハン・アウグスト・ストリンドベリの作品は、イエーナの宮廷劇場でのみ上演され、バイマル宮廷では刺激を得意とする、エルンスト・フォン・ビルデンブルフが賞賛された。社会学者のマックス・ベイバーは、ビルヘルム・エルンストを、長笑の的と呼んだ。アドルフ・ブルット制作のカール・アレクサンダー・ゼン、対抗記念像を設置する過程で、当局が旧市街全域に保護命令を出した際、 大公に近い神話イマルハと有限とシティールの間には距離感が生じた。1911年、大公は彫刻家ゴッドリープ・プエルスターに命じて大理石製のドイツ国家擬人像を作らせた。1918年11月の革命が起きる前にビルヘルム・エルンツトが大公として最後に行った決定は建築家バルタグロピウスの将兵であった。社会民主主義者。 アウグスト・バウデルトに指導された軍事評議会によって1918年11月9日にビルヘルム・エルンスとは退位させられた。バウデルトは大公をドイツ国家中で最も嫌われている君主と呼んだ。ビルヘルム・エルンスとはそれでも統治者としての地位を認めさせる手立てを模索した。結局、バイマルの市民たちは議員内閣制の導入を望んで、 歩み寄ろうとしてきた大公の福井を拒否した。あっけない退位の後で、ビルヘルム・エルンスとは、私はできる限りのことは何でもしてきた。これからも多くの良いことを行うつもりであったのにと、話した。退位後は、主礼寺園のハインリハウに所有していた城に筆足し、この城で1923年に死ぬまで暮らし、墓所も、その城に付属する公園の中にある。 ビルヘルム・エルンストは単位保証金として、アルシュテット城の財産目録に記載されたすべての所蔵品を与えられ、この所蔵品はすべてハインリハウ城に持ち運ばれた。1921年、ビルヘルム・エルンストは、ドルンブルク城はゲーテ教会に寄贈した。ビルヘルム・エルンストは、オランダ王女、ソフィーの孫であったため、オランダの憲法に基づけば、 1897年から1909年まで、オランダ女王ウィルヘルミナの推定相続人だった。20世紀初頭、オランダは、ビィルヘルム・エルンスト王に迎えることで、ドイツの影響下に置かれる、いしドイツに併合されるかもしれないという危機に、悩まされていた。一部のオランダ人法学者たちは、ビィルヘルム・エルンストから、オランダ王位継承権を剥奪するために憲法を、 改正しようとした。また別の方策として、もしウィルヘルミナ女王が子供を残さずに死んだ場合、ウィルヘルム・エルンストとその子孫は、オランダ王位か、ザクセン大公いかどちらかだけを選ばせるようにする、というものもあった。1909年に、ウィルヘルミナが、娘、ユリアナを出産すると、ようやく、ザクセンバイ・マルアイゼナハケを、オランダ王位継承順位から排除する機会が訪れた。 1922年の憲法改正により、王位継承権がウィルヘルメナの直系子孫のみに限定されると、ウィルヘルム・ウェルンストとその子孫が、オランダ王位につく可能性は消えた。ウィルヘルム・ウェルンストは気難しい性格の持ち主で、凶暴な上に怒りっぽい人物であった。招聘された芸術家の一人、ハリー・ケスラー白爵は、その前衛的な芸術理解のために、大公から処罰を受け、 大公を病的な人物とこきおろしている。ベルリン社公会の中心だったヒルデガルト・フォンシュ・ピッツェンベルク男爵夫人は全く無作法で愚かな講師と評している。彼は多い継承者として扱われたオランダでは特に嫌われ者であった。デモンソシ伯爵という人物は彼について外見上も特に魅力があるわけでなく、チビでどちらかといえば太っていると述べている。 ミルヘルミナ女王の母エンマ王太后の女官であったファンデポル博釈夫人は、太公聖子はチビで醜くおまけに騒々しい男で、私は夕食時に大声で話す彼の隣の席に座らされ不快な思いをしました。太公聖子は私が流暢なドイツ語を話すのを見て奇妙に思ったようでした、と書いている。二番目の妻フェオドラとの間に三男一女を設けた。 ありがとうございます。